はいみなさーん、こんにちは。アジアで生きてます。はい、今日はですね、ピンクピンクのけいちゃんでこの動画撮っていきたいなと思います。えーでですね、今回の話題なんですけども、えー、私もね、過去動画で1回かな、1回か2回ちょっとあげたあげたことありますけども、えー、今国会のですね、日本のですね、今国会の会期末で、結局は何何断念みたいな形でですね、 えー、例の、えー、今ですね非常に、えー、議論になってます文通費ですね、えー、文書通信交通滞在費、えー、略称文通費に関してですねこれのこれは結局ですね、えー、期末でも話がまとまらないというようなことで、えー、決定断念みたいなねおかしいだろうって話ですよね、えー、これはですねまあ私も普段の経験問題なんか話してましてやっぱり日本の国民のですね血税が なんでこんな湯水に湯水のごとく使われるのみたいなことを話してるもんですから、やっぱりね、こういうようなですね、税金のまあ、言うなれば無駄遣いみたいな形ですよね。えー、それに対してですね、なんでですね、えー、これが、この話がですね、えっ、ー、と、進まないのというのが非常にですね、おかしな話ですよね。ということでね、ちょっとね、今回は、えー、その、 文通費に関するですね過去の話とかですね、えー、今朝ちょっとね、今朝昨日の夜か、えー、TBS のウェブ版なんかでもね、ちょっとね、記事が出てましたので、ちょっとね、こんな感じでまとめときました。えー、ちょっとね、皆さんと考えていきたいなと思います。やっぱりこれおかしい。絶対おかしいと思いますんでね。<laughs> 普通の一般的な国民常識の観点から言って絶対おかしいと思うんですよね。でとりあえずね、まとめた部分をね、えー、ちょっと今までの っていうか、過去のおさらいなんかも通じてですね、ちょっと話をしていきます。今申し上げましたように、えー、通称文通費、えー、文書通信交通滞在費、えーまあ、使い道ということで、結局ですね、えーまあ、会期末を迎える中で、えー、今国会での実現がもう断念したよという、そういう事実に基づいて、なぜっていう話ですね。 であのー、もう皆さんもねよく、えー、もう実際の報道等で言われてますのでご存知かなと思いますけども一応、ですね、えー、当面の例の日割り支給ですねこの案に関してだけは、えー、一応、ですね、えー、各もう政党も合意しているはずだというような話で今国会で少なくとも、えー、この日割り支給の件だけはというような話だったんですよね。 で、そこ、そういったような形で、えー、ずっと10月ぐらいから話が続いてたというようなことですけれども、結局、蓋を開けてみたらですね、<laughs> えー、結局は、えー、もうその断念せざるを得ないという中で、なんで断念なのっていう話ですね。で、えー、一応ですね、その、そもそもっていう話でちょっとね、えー、まとめておきましたけども、もうここら辺はね、えー、10月ぐらいから話に上がってましたので、皆さんも、えー、ご存知かもしれませんけども、 えー、維新ですね、日本維新の会の小野泰輔議員が、えー、実際のもう SNS 上を通じて暴露しましたよという話で、えー、要はですね、えー、10月のその在任期間、1日1日であったにもかかわらずですね、もともとその、えー、満額の分の100万円が、えー、しかも非課税で支給されます。この文通費おかしいんじゃないの、えー、国会議員としてですね、1日 だったとしても30日もしくは31日、〇〇だったとしても同じ金額の100万円が支給されている。これはおかしいでしょうと、えー、いうような話で、ですねそこから話が急激に、えー、日本国民全体、日本全体に話がバーッと広がったということですよね。で、えー、それに合わせてですね、えー、維新の会ではですね、実際のその10月の文通費の寄付 なんかも決定しましたと。それに基づいてですね、えー、まあ、あの、与野党がまたここで話がバラ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 、ええー、とですね、分かれてきた点と、たださっき申し上げましたように、この日割り、ひわりの部分だけはね、少なくともこの今国会で話がまとまるんじゃないかなということで進んでましたよね。14、0月ぐらいまでは。何な,なんだっていう感じですよね。で、えー、 まあ、これにちょっと書いておいた通りですね、与野党を含めてですね、12月の臨時国会で日割り式を決定させる方針で、一応、水面下では話がつながってたというようなことで、まあ、少なくともどう考えても、この日割りの問題だけはね、えー、今国会で一応ね、法改正に関してもう決定するんだろうなというようなことで国民も思ってましたけども、実,実際は、え、断念して先送り、またかよ、みたいな感じですね。<laughs> で、その理由として、なぜこれがですね、あの日割、少なくともこの日割りの、えー、法案だけはというのが成立しない要因としては、えー、実際は日割りだけじゃないと、問題がですね。まあ、そのさっき言ったその非課税云々という話もありますけども、えー、それだけじゃなくてですね、要はその実際は、こんなの当たり前な話ですよね。 領収書によってね、その使途、えー、使い道に関しては明確にすべきだ。当たり前の話ですよね。普通の、あのー、まあ、例えば、えー、一般のサラリーマンの方、えーまあ、日本のですね、サラリーマンの方、まあ、これは別に日本に限らずですね、全世界的にも当たり前の話ですけども、そういったような使途が明確にならなければですね、当然その一般の事業会社でも会計監査が入れ,入ればですね、 この、ただそういったようなお金が大量にですね、使途不明金という形で使われてれば、そこで、えー、会計監査が通りませんからね、当たり前の話です。それがなぜか、えー、この文通費に関しては、えー、まあ、領収書、使い道と一切ですね、いりませんという中で、今までそういった中で、まあ、逆に言えばですね、えー、国会議員のその、ポケットマネーですよね。<laughs> 本当に。しかも、 1>, えー、1日だろうが2日だろうが日割り計算されずに1日の国会議員の、えー、としてですね、えー、の身分だったとしても100万円支給されちゃうというですね、本当にね、なんかわけわからないポケットマネというような感覚を、えー、一般の日本国民が持つのは当たり前っていう話ですよね。で、なぜさっきのちょっと話戻りますけれども、なぜこの、ね、日割り支給の点でも合意に至らないかというと、 結局は、後から出てきたこのね、人、人も公開するべきでしょうと。当然ですね、人を公開するという点で言えば、その帳票類というかですね、えー、その、えー、エビデンスというか、それには領収書がいりますよねっていう話で、えー、なおかつですね、その未使用の分要するにそんなにですね、文書費が 人が明確になった文書費が100万円に至らないようであれば、それは当然国庫へ返納されるべきでしょうと。そんなものをポケットにですね、国会議員のポケットに入れられたら、何のために日本の国民はですね、税金を払ってるんでしょうかって話になっちゃいますから、それは当然国庫へ返納されるべきなんじゃないのって。至極真っ当な話ですよね。それがなかなか話として通らないと。で、ちょっとね、このね、ここから下の話は、その、昨日のね、夜かな。 えー、TBS のウェブ版でちょっとねデッサの話なんですけども、えー、要は自民党の幹部がそれに対してね、えー、反論じゃありませんけども、異論を唱えてるというのは、人の公開をするというようなことになると、何に使うかという定義づけが、えー、必要になるでしょうと、そういったようなことをですね、与野党で詳細を詰めるには相当な時間がかかります。故に、何今回の国会の、えー、断念。 何みたいな話ですよねじゃあですね、今までこの,この文通費に関してですね、じゃあ人がはっきり言ってですね、正式に決まってなかったんですか、その人に基づいてお金使ってたんじゃないですか、そも,ともともとのです、ね、こういうような発言をする議員がいればですね、そこに話が戻ってきますよね。じゃああなたは何で、何のためにこの今までこの文通費をですね、毎月100万円。 というか100万円もらっててですね、年間1200万円引かせですよ。そのものもらっててですね、それは何のために使ってたんですかそれは何のために使うべきかというような人をが分かってなかったんですかあなた国会議員じゃないんですかって話ですよね。もう全然話がね、論点ずらしというかもうナンセンスですよね。この えー、この自民党幹部、これ誰、誰か、誰か知りませんけどね、そんなような発言をしたのはね、もうこういうような発言がでもう出る時点でもうね、議員失格だっていうふうに私なんかは思いますけど皆さん、どのように思われるでしょうかって話ですね。で、なおかつですね、まあ、これはもう、一種の慣例しきたりですけども、要は国会議員の待遇、まさしくのこの文通費なんかはもう、それこそ国会議員の一人一人に対する待遇ですよね。 もうとにかくね、私なんかはね、やっぱり、あのー、本業のね、仕事上よく思っちゃうんですけども、これがね、やっぱり非課税で支払われる。これ自体がね、なんでなのっていうふうに気がしてしょうがないんですよね。日本の国民はですね、もう日本のね、えー、皆さんのですね、えー、実際に、えー、日本の国で払われているですね、個人所得税っていうのは全世界的に見ても、あの、両立高いんですよ。そういったようなことを考えるとですね、 なんでその国民が汗水をだらしてですね、働いてて、そこのね、働いててもらう、特にサラリーマンの、ね、方は絶対にですね、もう天引きされますから、あの、ごまかしが引かないような中でですね、えー、もう勝手に天引きされてですね、実際、もう何割も取られてる税金、それがこういうようなですね、方や非課税でこう、 国会議員の懐に入っていく。これはおかしいでしょうと。少なくともね、人は明確にしろよと。ちゃんと領収書をつけろよと。で、余ったなら国庫に変更をしろよと。当たり前ですよね。そういったような話が進まないわけですね。いかにもですね、えー、この与党と言われるこの自民党のね、だらしなさっていうのがね、やっぱり露呈されているようなことだと思います。 えー、で、えー、もうちょっとね、すみません、話飛んじゃいましたけども、国会議員の待遇には前回一致採決が慣例だっていうんですよね。そんな慣例ってあくまでも慣例そんな慣例なんか吹っ飛ばせよって話ですよね。これ別に法律でね、それこそ法律で決められてるわけじゃないですから、なんで国会議員の待遇,待遇だけで,ですね、前回一致が必要これはおかしいだろうって話ですよね。要は単純な話として一番最後に書いておきましたけども、 要は文通費廃止っていうようなことに、えー、実際にですね、議案が進んでいくでしょうっていうことに対する警戒感が現れてる。だから、えー、まあ、与党のですね、自民を含めてですね、話が進まないっていうような話です。おかしいよねってことですよね <laughs>。で、えー、まあ、今回のですね、実際に今国会のですね、えー、実際の法案化というかですね、改正に関する 断念ということですけれども、ちょっとね、私、今回のこのことに関してはですね、さっき申し上げましたように、TBS がですね、昨日の夜中にちょっと公開していたそのウェブ版でですね、えー、もう国民の声というかですね、これヤフー、ヤフコメなんですけれども、それもね、ちょっとね、見ました。でちょっとね、今、ヤフコメなんかもね、えー、紹介させてもらいますけれども、えー、例えばね、うん、これさっきの私も申し上げた話なんですけど、 えー、人の公開をするにあたっては、まず何に使って良いのかというね、定義づけをする必要がある。さっきね、自民党の幹部が話してたっていう話ですけど、えー、それが定義づけられていないことがまず異常だと気づかないんですね。そうですよね。それがき、そういったようなね、理論がまずですね、えー、発言がされること自体が異常だっていう話ですよね。えー、そういったようなご意見だとかですね。 えー、なぜ民間と同じように領収書提出の、えー、実費払いができないのか国民が納得,納得できるで理由を提示してほしい決税を我がもののように使わなまさしくその通り、えー、一般の日本の国民と、ね、同じようなことをやりなさいとあなた方は、ね、実際の日本国民を代表するような国会議員でしょうとなぜそれができないんですかできないんだったらそれなりのちゃんとした理由を、えー、出しなさいという話ですね。 えー、私がですねよくあの、皇、えーま、室の問題なんかで言ってるですねじゃあある、えー、宮家がですねなぜですね、会計監査できないんですかという話と同じような話ですねこれね <laughs>、えー、あとはね領収書提出は絶対条件民間では1年たりともに支出が合わないことはありえません当たり前ですという話ですよねもしそういうようなことが積もり、えー、重なってですね実際大きな金額になれば 日本のね、一般企業であれば、会計監査が入,って入るような時にはですね、完全にそれが、えー、露呈されて、えー、実際のですね、以前のその東芝の問題とかいろいろありましたけどもね、<laughs> 会計監査人をもうもう抱き込んだようなね、えー、疑惑とかありましたけども、そういうような問題になっちゃうって話ですね。えー、あと、なんだよ自民党こ、これすごいな、なんだよ自民党、国民にばっかり押し付けないで、自分たちも改善に改革しろよと。 何が与党として責任あるんだ全会一致だ自分たちに都合を言うようにしたいだけ国民も、えー、領収書を不要にしてくれよ <laughs> って話ですね。本当そうだよね。それだったらもう国民に関してもですねさっき申し上げたような領収,書領収書全部いらないだろうみたいなね。何でもかんでも使途不明金で計上できちゃうみたいなね。そんな話になりますからね。えー、あとはね法律のとこに全会一致が必要だと書いてます。書いてありません。えー、与党はあまりに国民を舐めすぎてます。 で徹底的に懲らしめ、懲らしめたいと、懲らしめないとダメみたいです。ね、永田町の常,常識が変わるまで、選挙で国民の意思を示すべき改革に反対派にはノーという話ですね。まあ、というようなことでね、ちょっとね、ヤフコメ、ね、何件かちょっと読まさせていただいたんですけども、まあやっぱり私は今回ですね、この動画を通してお話しした内容というかですね、ほとんど同じですね、意見としてはね。当たり前ですよね。皆さんどう思いますかね 100万円、非課税、年間で言ったら1200万円。そんなね、月100万円稼げるのに,稼ぐのにですね、普通の、えー、一般の国民の人だったらね、実際、額面ベースでいくら必要なんですか ?140 万、150万必要なんですよ。それで手取りで100万円もらう。で、まあ実際にですね、額面で150万円ですね、実際毎月もらってたらそれだけで年収いくらですか額面ベースでね、2000万円近いんですよ。 そういったようなね、えー、お金が実際に非課税で支払われてる。それはおかしいでしょって話ですよね。それに対して少なくとも領収書つけろよって話ですね。実費払いしろよ。余ったら返納しろよ。当たり前だと思います。えー、皆さんね、どのように思われるでしょうか、ね。今回は文通費に関してね、ちょっと私もイライラしてましたので、話を出させていただきました。ぜひ皆さんのご自由なご意見をお待ちしております。ありがとうございました。失礼します。バイバイ。